はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。注目材料3分で解説します。 6月29日21時30分にアメリカの13月期 GDP と新規失業保険申請件数が発表されます GDP は期間内に新たに生産された財やサービスの付加価値を合計したものでその国の国力を押し量る数字として利用され注目度の高い指標です総務省経済分析局は 市販機ごとに速報値、改定値、確定値の3回に分け、該当市販機の新たなデータが発表されるたびに集計し直し、発表しております。また、新規失業保険申請件数、ジョブレスは、失業者が失業保険を初めて申請した件数を集計したもので、集計期間の翌木曜日に、労働省から季節調整後の数値が発表されます。では、早速見ていきましょう。 はい、アメリカ GDP とジョブレスを見る上でのポイントは3つですまずは1つ目13月期 GDP 改定値は年率換算で速報値の1.1%から1.3%へ上報修正されました在庫投資や輸出などが上報修正されたことが要因でしたただ GDP を所得面から捉える,、えー、捉える国内総所得 GDI はマイナス2.3%と2四半期連続で減少したほか経済成長を判断する上でよりよい指標とされる GDP と GDI の平均も2四半期連続で低下しております13月期のアメリカ経済は見た目以上に傷んでいた可能性があります 2つ目です。6月17日週の新規失業検申請件数は26.4万件と、2021年以降の高水準にとどまる格好になっております。また、求人検索エンジンのインディードが調査する雇用指数も低下傾向が続いており、労働市場は緩やかな減速傾向をたどっていることが示唆されております。3つ目です。 平均失業期間は5月に21.2週へ増加しており、失業者の職探しが少しずつ難しくなっている様子がうかがえます。労働市場は徐々に売り手市場から買い手市場へ変化しつつあるのかもしれません。 はい。右のバナーのチームハローンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただきますと、通常の講座解説特典2000円と、新規取引1回1万通貨1 6ロット以上でチームハローンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円。合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。はい。市場予想は GDP 確定値が 前期比年率で1.4%へ情報修正されるほか、ジョブレス新規失業権申請件数は26.5万件へ若干悪化する見込みとなっております。チームハロンズとしましては、FRB の利上げによる需要鈍化でアメリカ経済の成長ペースは緩やかに低下すると考えております。指標発表直後にドル円は下向きに反応すると考えております。 はいこちら直近10回分の早わかりの結果ですご参照ください。 はい、ご案内しました通り、二十九日二十一時三十分、アメリカの一三月期 GDP 常務ブレス新規失業保険申請件数が発表されます。二十一時開始のライブ配信番組内で一三月期 GDP と新規失業保険申請件数の結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。またリアル講座で結果を受けた短期売買も行う予定となっております。開催 URL は番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。 最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。